お、あ、11月6日。あ、え、生きてるじゃん。やっぱ、朝。機械だから。アマンダを見つける。アマンダって誰だっけ？いや、いないでしょ、多分まだ。アマンダわかんないね。そんな人物は、まだ出てないと思う。まだちょっとヒントみたいなのない。うん、なんか庭園にいますが。なんか、どこなんだろうね。なんか VR 空間みたいだけど。ほんとね。うん。現実っぽくはない。高級な家の庭って感じする。高級すぎるだろ。高級すぎるな、これは。さすがに。もう、ほんと。陛下の家みたいになってる。あ、触れる。え、手かざすと何？どうなの？まず、こいつは今自分を自分と認識できてんのか。あー、なるほどね。その、そう、再起動させられたのかね、みたいな。バーン、弾かれた。あ、人間じゃないとダメ、みたいな。え？あ、いる、ね、なんか人間っぽいのいるけど。いるね、うん、あれアマンダでしょ。そっから行けんのが橋みたいな。わかんない、落とされるかもしれない。そういうアクションゲームじゃないみたいな。アマンダって女性の名前だよね、うん、女性だね。アマンダ、ん、女性、女性だね、うん。こんにちは、アマンダ。信用。コーナー、会いたかったわ。さっきのコンビニの店員、この顔の同じ顔してた。残念なことに、前任者は破壊されました。え？変異体は不安定なものと認識しながら油断したのでしょう。はあ。同じミスを犯さないように。勝手に下がった。ええ、もちろんです。コーナーが破壊されると、うん、記憶は次のコナーへと転送されます。そういうことですが、少なからずデータが失われるのも確か。いっぱいコナーがいるんでしょ。そうだよね、一人いて。これ重要なコナーなんじゃない？遅れが生じてしまう。アンドロイドの中でも重要な存在なんじゃない？これ、尋問はかなりの困難を伴ったようです。他のアンドロイドも同じだと思えない。データをどう思いました？変異の兆候、精神的所有者の虐待による PTSD の兆候が見られました。そうだよね。まるでプログラムが完全に書き換えられたかのような状態です。うん。コーナー、アンダーソン警部補が公式に担当になったようですね。彼をどう思います？いや、信頼できるよ。信頼？ああ、まだわかんないかな。期待通りではありませんでしたが、まだ確実な意見をまとめられるほど情報がありません。うん。残念ながら協力し合うより他ありません。なぜ？どう接するつもりですか？仲良くしたいよね、うん、有効的にやりたいよね。友人関係を築けるように努力してみます。信用させることができれば捜査も前進するでしょう。ダメなの？だからそういうなんか人間の感情的なあれは好きじゃないキャラクターなんだ。アンドロイドが増えています、うん、何百万ものアンドロイドが万が一暴走すれば大変なことになるでしょう。あなたはサイバーライフが生み出した最先端のプロトタイプ。そうなんだ、特別。事件を解明できるのはあなたしかいない。お任せください、アマンダ。アンドロイドと人間の橋なんだ。今一度捜査を再開し、最悪の事態を食い止めるのです。でもなんかその友人関係を築けるようにしますって言ってさ、急ぎなさい。落ちるっていうのはね、うん、あんまいいやつじゃないんじゃない？だから何事もそのドライに対応するっていう感じのやつっぽいから。まあ、でもサイバーライフの人だから、アンドロイドはやっぱアンドロイドとして認識するんだよ。あ、そっち側。やっぱ人と違うっていう感覚が結構ちゃんとあるんじゃないかな。でもあれで評価下がったのを見る限り、なんかあんまいいやつじゃない気がするけど、とりあえず。受付。うん、受付に向かおうかね。ご用件は？アンダーソン警部補に面会を。許可の確認を。それアンドロイドでしょ、受付の女の子も。みんな綺麗なお姉ちゃんだよね、この物語のね。警部補はまだいらっしゃってませんが、デスクでお待ちください。でもやっぱそういうのは全部綺麗に作るんだよね。何だ、女の子とかさ、まあ、まあそうだよね、うん、基本的には。さっきなんて言われた、こっちだってわかんない。でもなんか待ってるって言われた気がするけど、あれやったらアルニのなんかわかんなくなったら、アンダーソン警部を見つけると、ちょっと待って、今やること書いてあったよ。見つける。
デスクを見つけるだろ。アンドロイド警官、みんな同じ顔してる。いや同じ顔ではない。これ同じ顔じゃない。これ同じ顔。あ、ほんとだ、うん、デスク偉かったら奥にあるよね。え、あいつ偉いわけないでしょ。ウィルソン、いや、わかんない。フル株でさ、フル株でダメなタイプじゃん。フル、いや、でももう何上がっちゃうのよ、年功序列で。で、年功序列で、あの、仕方なく上がってるから、なんかその職場でも浮いちゃってて、しかもそんな地位も高くないみたいな形態だと俺思うよ、コリンズ。え、なんか汚いデスクじゃない、多分。あっちの奥にはないよな。え、個室もらってるってある？ありえない、ありえない、絶対ありえない。ハウラー所長は今は会えない。ハウラーらしい所長は。え、このエリア、このエリアにあるんだ。え、なんか汚い机探そうで、なんか物散らかってやつ絶対そう。え、待って、そんなに。あ、まあ一応だ。これじゃないじゃん、あの人いるじゃん、ブラウンじゃん、リードじゃん、で、彼じゃないじゃん。これさっきのさ、パターンってなってたのさ。あー、なるほどね、ペナントやったらみたいな。こっちから見える。あ、じゃあそこ空いてんじゃねえ、そんな殉職したとかでさ、ゴミ箱も空だし。見えないよ、そう、これ、これじゃない。あ、だからないんじゃない、だから名前がそこ、あの、今空きのディスクじゃない。な、そこそれじゃねえ。あ、これ、これ見てないか。あ、あんじゃん。ごめんなさいね、一番時間かかったわ。すみません、警部補はいつも何時頃到着されますか。前の晩どこにいたかによるな。昼前に現れたら驚きだよ。どうも。飲んでると。ダメじゃん、やっぱこれ。あんまりなんか座ろ、仲間の信頼も得れてないし。なんかちょこんと座ってんな、ね、ちっちゃくまとまっちゃってるよね。マジで。うん、そうだね。とりあえず座って考えたんだ。うん、それはもうファウラー所長の部屋をいじくり回すでしょ。お前、あの機械の分際で人間の偉い人に立てつくな。ダメだ、サーバーみたいなのがいっぱい立ってんな。探索するって何探索するんだろう。なんかそのでも近未来の、あ、それは高知所っていうかさ、あれじゃないの。ほんと、ほんとだ。ちょっとその近未来の開けようぜ。そう、荒くれ者たちを開けるんだよ。開けねえ。何悪いの解放しようとしてんだよ。なってんな。ガラス越しですげえ度胸あるね。あいつもなってんな。おい、見んじゃねえよって。おい、ちょっと今いいとこなんだよって言われた。それは何見てんだって言われるんだ。とりあえず証明しよう。出ないっしょ。どんだけ不器用なの。ちょっと興奮しちゃって動かなかった。今でも自分は自分かなと。ネクタイを直したよと。ちょっと一人ずつ開けてるというか満室じゃねえけど、トイレ。ダメだ、アンドロイドはちょっと弾かれるかもしれない。ああ、かもな。わざわざそんなとこにセキュリティ入れてる。お、あ、おじゃねえや、なんでもなかった。あ、何見んだろう。入れる。あ、入れる。これ何。あ、出れないでしょ、そして。最悪じゃん、トラップじゃん、ただの。やめてくれー。なんか、ある程度調べたら勝手に物語進むのかな。まあ、うん、まあ多分時間経ったらもう戻るんじゃない。ああ、なるほどね、もういるみたいな。まあそんな感じだよね、取り調べ、うん。さっきの感じ見たらそらそうなんだ。で、あ、戻るってある。戻ろうか、戻りましょう。いや、一応も未来の警察署を堪能したし、堪能した。あんまでも今と変わってないよね。だってこれ2000何年か、38年だっけ、うん、そうだね、20、あ、でもこんな、もうここまでいかないと思うよ、でも2038年。いや、いくでしょ。てかもうこれよりもっとすごいことになってる。そのアンドロイドはさておき、うん、その外見のところまでいかないと思うよ。私はコナー、サイバーライフのアンドロイドです。おい、お前ゆうべ頭をぶち抜かれたんじゃ。そら、びっくりするわな。前任者は破壊されました。ですがメモリーはすべて私に転送されています。
操作への影響はありませんのでご心配なく。だとすると名乗りが間違ってんだよ。そうだね。ハンク、オフィスに来い。そういうとこがアンドロイドだよね。まあでもそれで学習者が人間それでビビるっていうのはあんま多分ないと思うからまだ。うん。で、初破壊かもしれないからさ。いやもう結構慣れっこじゃない。あもう破壊されまくって。破壊されまくって慣れっこだと思うんだよね。毎日10件もアンドロイド絡みの事件が舞い込んでくる。やばいじゃん。昔から通報はあったが、ばあさんのアンドロイドが行方不明だとかその程度だった。それが今じゃ暴力沙汰や昨夜みたいな殺人事件まで起きてる。多発してる。これはもうサイバーライフだけの問題じゃない、うん、犯罪として捜査を始め、うん、大事になる前に手を打たなきゃまずいことになる。お前には一連の事件の関連性を調べてほしい。待ってくれよ。なんで俺が担当なんです。俺なんかよりこの事件に向いてる奴が山ほどいるでしょ。てか向いてないよな。俺はろくにアンドロイドのことも知らなければ、うん、警察官向いてないな。携帯だってろくに使いこなせねえってのに。ダサいやめやん。みんな手一杯なんだよ。それにこの類の調査はお前にうってつけだろ。ふざけんな、うん、どうせアンドロイドの調査をしたがる奴がいなくて俺に押し付けたんだろうが。過去なんかあったんだね。サイバーライフのアンドロイドが捜査に協力してくれる。この最新鋭のプロトタイプがお前の相棒だ。冗談じゃないね。相棒なんていらねえし、プラスチックの塊なんて持ってのほかだ。おい、そんなに私を怒らせたいのか。ハンク、お前は警部補だろ。減らず口を叩く暇があったら私の命令に従え。減らず口叩かせてんのはあんただろ。まあもういい。今のは聞かなかったことにする。お前の小説みたいに分厚い懲戒フォルダにこれ以上ページを増やすのはごめんだからな。この話はもう終わりだ。間に割って入ろうよ。なんで俺をこんな目に遭わせるんだよ。俺のアンドロイドくらいはかばう要素ない。マジで勘弁してくれと。ハンク、お前の文句にはもううんざりなんだよ。従えないんだったらバッジを返すんだな。それじゃあもう出てってくれ。私も忙しいんでね。これはアンドロイドを嫌う理由、そこそこでしっかりしない限りは、うん、こいつちゃんと仕事しろとしか言いようがないわ。アンダーソンについて。アンダーソン警部補がこの捜査に適任かどうか少々疑問があります。おいだよな。アンドロイドの分際で俺に口出しをする気か。さっさとオフィスから出ていけ。では失礼します、警部。おお、いろいろ質問させてくれなかった。その言い出しが間違ったんじゃないかな。言い出しが間違ったね。もっと緩いとか言ったら。でもファウラーとのなんかその有効度の関係みたいな、何も表示されなかったから、あいつは関係ねえ。関係、まあそうだろうね。関係ねえ。情報は得られなかったからね。あ、なんかでも新しいコーナーについて理解を示す。新しいコーナー。合理的な態度、建設的な態度、建設的な態度。あなたとご一緒できて光栄です。今後についてね。きっといいチームになりますよ。うん、ああ、ないよ。てか新しいコーナーについても聞けなくなっちゃった。聞けなくなっちゃったね。ポジティブにいこうよ。とにかく。私はあなたとご一緒できてとても光栄です。きっといいパートナーになれる。何こと言うんだよ。ぶっ壊れたみたいだ。ダメだ、もう一回パートナー。パートナーになったことですし、仲良くしませんか。めっちゃパートナー押してくる。パートナー押し。え、でもさ、もう嫌なんだよ。アンドロイドだなってことがもう、やっぱ撃たれたのに戻ってきた時点で嫌じゃん、アンダーソンも。そこなら空いてるぞ。あ、やっぱそれは空き席だったんだ。うん。やだよ。だからアンドロイドっぽくないこと言うのがむしろ嫌だしさ、うん、アンドロイドっぽいこと言ったらアンドロイド嫌いだからダメだよね。そうそうそう。その表裏一体の失敗は、まあ、ファウラー系の話は出勤時間だ。それ絶対怒らせるでしょ。俺は好きな時に働くんだみたいな。俺は好きな時に出勤する。同じこと言ってるよ。いちいち余計なお世話なんだよ。いや、仲良くなれないよ。何？ファウラー警部とは長いんですか？ああ、嫌になるほどな。何があったのか教えてよ。変異体のファイルがあれば目を通したいのですが。デスクに端末があるだろう。どうぞご自由に。お、自由にアクセスできるの？コードみたいなの持ってんの？でも一応その警察の捜査のために来てるから、それぐらいはできんじゃないか。ほう、あ、あるね、いろいろ。まあ、とりあえずこいつが失踪中、うん、同じような家に残し出勤したが、アンドロイドが失踪していた。
働きたくないって言って、うん、アンドロイドが消えたと同じように。でこっちはこれさっき言ってこれ一番最初に言ったやつじゃんね、あの絵の具を買ってこいみたいなマーカスの時にさ、マジで84になるレストランチェーン、レストランチェーンだよ、全然違うじゃん。あ違う、でも顔同じなんだよ多分。あ顔一緒か、うん、あそういう転移ロボット、そうアンドロイドは現場から逃亡する前に突然被害者を突き飛ばし首を絞めた。ほう。被害者は所持していたアンドロイドに襲われた、うん、逃亡前に複数の部屋を荒らしている。荒らした、なんで荒らしたんだろうね、何があったんだね。これこれはなんで止まったか知らないけど、一応アンドロイドは客を家まで送り届け、そのまま失踪したものと見られる。ファイルスキャンしよう。あもういっぱいとりあえず入れた。あそういうことね、うん、243件も。1件目は9ヶ月前です。デトロイトで始まり急速に国中に広がっている。デトロイトが AX400 型が昨晩人間を襲ったそうです。それあれじゃん、そこから操作を始めると良いかもしれません。はいはい、本当にすごいね、よく聞いた、うん、いや結構さ、アンドルの数字だけは覚えてる。いいね。こいつは RX800 って書いてあったもん。だからその700以上の数字って出てないわけよ。 RK800 へえ。あ待って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 、個人的な問題を理由に捜査を妨害するのはいただけませんね。なんか変なこと言っちゃった。お前に俺の何が分かるってんだ。お前はただそのプログラムを実行して黙って仕事してろ。こいつに歩み寄るの難しいな。いや辞任進めようぜ。もっと有能な人間にこの捜査を任せて、あここでやる気問題を解決してきたらどうです。そういいか、俺の好きにできるならお前をゴミ箱に放り込んで火をつけてやる。いいか、俺を怒らせるな。どうぞそうなさってください。次の方が来るだけです。確かに次のコーナーが来るだけです。昨夜男を襲った AX400 型の情報が入りました。 AX400、はい、現場はレイブンデールのようです。ああ分かった。ちょっとこの関係悪いね、アンダーソンと。今のところ全然票が上がってないし、しかもうまくいかないね。さらにアンダーソンのいいところも全く出せてないじゃん。そう、うん、てかハンクか、ハンクアンダーソンか、ハンクと呼ぼう彼のこと。ハンクだね。そうあでも2個分岐しててなんかいい方に行ったんじゃないの。手がかりを見つけたと。どれ、あこっち、うん、手がかりを見たか。手がかりを得ただね、これ。得たか。でそれでもう片方はなんか得なかったとかだろうから分かんない。一応だからハンクを殺したかもしれない。なるほどね